三浦半島西部に位置し、海と山に囲まれた別荘地としても人気の葉山町。早速声をかけてくれた女性が、神田正輝さんのね、そうです、あの番組大好きで、はい、ありがとうございます。いつも番組を見てくれているそうで、おすすめグルメを聞いてみると、朝日屋さん、裕次郎コロッケって言って有名でしょ。石原裕次郎さんが食べたからなのか、はい、なんかだけど、葉山を取材してんなら、あそこの裕次郎コロッケ。なんとここ葉山には、あの石原裕次郎さんが愛したコロッケがあるそうです。この辺？あ、これ？あ、こちらです。朝日屋牛肉店さん。取材交渉を行ってきます。裕次郎さんが愛したコロッケがあるということで、はいはい、撮影とかしても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。創業100年以上の地元で愛される精肉店、店内で作るお惣菜が並ぶ中、こちらのコロッケが石原裕次郎さんが愛した名物コロッケだそうですが、裕次郎さんが愛したっていうのはどういったことから？はい、あの逗子に昔裕次郎さんのお宅があったりして、その関係で、はい。裕次郎さんが10年にわたって食べ続けたという国産の合いびき肉を使った昔ながらの素朴なコロッケです。はあ、サクサク、お肉の味しっかり感じますね。お肉がゴロゴロっていうよりかは、じゃがいもとお肉がもううまく合わさってますね。スターになれそうな予感がします。おいしい。葉山のコレうまグルメ、さらに聞き込みを続けると、葉山牛。あ、葉山牛ですか？角車ってところなんですけど、はい、角車ですか？角車、はい、だっけな、 あそこが葉山牛。角車、角に車っていう、地元の方はみんな知ってるっていう。そうですね、葉山で飼育されているブランド牛がいただけるお店だそうです。あ、ありました、スノグルマさんです。可愛らしいお家みたいな、でもすごい車止まってますね。行けるかな。ちょうど営業が始まったタイミング、取材交渉してみます。旅サラダという番組でして、とてもお忙しいとは思うんですけれども、全然対応できないんですけど、何時終了でしたら時間はあると思うんですけど、はい、いいですか？はい、お昼は予約でいっぱいだそうですが、ランチ終わりの夕方ならと OK いただけました。美味しそうでしたね。ステーキのジューっていういい音がもう店内に響き渡ってます。時間まで他のコレうまグルメを探すため、港の近くで聞き込みを続けます。すいません、お兄さん、こんにちは。今日旅サラダという番組で、はいはい、すいません、あの葉山で美味しいグルメを探しておりまして、ここのしらす屋さんがいいじゃないですかね。なんていうお店ですか？そこにあったやつ、しらすが有名なんですかね。はい、すいません、ありがとうございます、はいはい、頑張ってください。どうやらこの辺りはしらすが有名なようです。他の方にも聞いてみると、でもそこうち食堂やってて、はい、でもそこ OK か分かんないですよ、はい、漁師さんですか？漁師ですよ。偶然にもこちらの矢島さんはしらすを取っている漁師さん。ご自身が取ったシラスを卸しているお店があるそうです。シラスやってるんですけど、はい、で食堂の場所で、聞いてみて、資材交渉見てて嫌がってると思うけど、はい、シラスの直売所に隣接するシラス丼のお店、矢島さん曰くかなりお忙しい店だそうですが、こんにちは。忙しいからダメですか？やはりお忙しいとのこと。一人で作っているので取材対応が難しいそうです。直売所の方行ってみます。ちょっとここでシラス買えないかなっていうことをね。すいません。ダメだったでしょ。そうなんです、こちらの直売所で買わせていただいて、うん、何を？あのシラス、シラスを。ということで漁師の矢島さん自らが塩茹でした釜揚げシラスを購入すると、さらにもう一つおすすめも。昨日取ってあったやつだね。あんだけど、はい、ね、すごい、これも乾燥する前のものですか？うん、そう食べていい。いいんですか？いいですよ。すいません、これも海から取れてすぐの、すぐのというか、まあ、茹でてね、
コリコリですね。乾燥わかめと違いますね、全然。そうそう、また違う。みずみずしい。取れたてのやつはシャキシャキ感が。おいしい。ご好意でご飯まで入れてくださったので、即席しらす丼にしていただいちゃいます。甘い。噛めば噛むほどしらすの甘みがどんどん出てきますね。このちょっとピンク色なのは卵ですか？赤っぱらつって甲殻類の餌を食べると味がいいっていう。確かに旨味たっぷりのしらすです。湘南の海を食べてます。最高です。葉山牛までまだ時間があるので、おすすめのお店を聞いてみると。葉山といえばね、やっぱねマーローさんがいいと思う。マーローさん、うん、あのプリンがすごい有名で、知らない人見たら何この入れ物みたいな。ちょっと見た目がインパクト、見た目にインパクトがありますよね。容器が可愛い映えるプリンだそうで、向かってみます。ありました、マーローさんです。かっこいい。創業40年の葉山で愛されるプリン専門店、取材 OK いただけました。なんかビーカーみたいな印が入ってますね。美味しそう。テイクアウトのプリンはビーカーのような容器に入っていて、葉山のほとんどの方が持っているんだとか。もちろん海が見える店内でいただくこともできるんです。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。北海道フレッシュクリームプリン。おゼラチンなどを使用せず、卵だけで固めた昔ながらの固めのプリンです。おお、いただきます。とろけます。外側が固くて中がとろっとろ、なんかそこにカラメルの優しい苦味がめちゃくちゃ合いますね。プリン好きな人にはたまらないですね。めっちゃ美味しい。それではいよいよ葉山牛ステーキのお時間です。葉山牛を育てている牧場直営のレストランです。本日こちらの方がお肉の、こちらがももになりますね、はい、こちらの方がサーロインの方になりますので、これから調理の方してまいります。葉山牛は三浦半島のお米などを食べて育ったブランド牛。飼育頭数が少なく、生涯にはほとんど出回らないため、幻の牛と言われています。お肉の入場です。こちらがミックスステーキの方になりますね。まずは締まった身が特徴のもも肉、タレをつけずにいただきます。ジューシー。肉質がしっかりしてるんですけど、その肉質をこうかいくぐって出てくる肉汁が本当に甘い。本当に上品な甘みですね。続いてサーロイン、脂の甘みがさらに感じやすい部位です。はじける旨味。サーロインって結構脂っこいイメージだったんですけど、脂っこいのが苦手な方でも美味しくいただけそうな上品な脂。なんか丁寧な育て方をされてるのが分かります。育ちがいいです。育ての親で。私はちょっとステーキの育ての親。今回見つけた4つのコレうま商品の中からプレゼントに選んだのは葉山牛のステーキです。